な怪獣はビオランテとデストロイヤー、モモコです。今回は国立ゴジラ淡路島研究センターに来ております。私と一緒にゴジラの調査していきましょう。リアル体験型アトラクションゴジラ迎撃作戦は淡路島二次元の森 F 駐車場が一番近い駐車場です。駐車場からチケットカウンターまでは徒歩5分ほど。途中にお土産屋さんもあるので、ここでグッズを手に入れてから向かうのもいいでしょう。別エリアにあるナルトグッズも置いてありました。ナルトエリアについてはまた別の動画で紹介していますので、ぜひご覧ください。まず国立ゴジラ淡路島研究センターの作戦本部に向かい、チケットを購入します。作戦本部内のシアターでゴジラが淡路島に上陸した経緯や具体的な迎撃作戦の内容を伝えられます。それでは任務開始です。この活動停止中のゴジラは世界初の実物大ゴジラアトラクションです。夜にはさらに迫力が増しますよ。早速ジップラインでゴジラの監視任務からスタート。ゴジラの口から体内に侵入し任務を遂行する体内監視コースと、ゴジラの横を滑空する体表監視コースの2つのコースがあります。私は口から飛び込む体内監視コースを選びました。実際のゴジラの口に飛び込んでいくのはなかなかエキサイティングでした。ミッションカードもゲット。すごかった、楽しかった。任務の説明をさせていただきますので、あの掲示板の前まで移動してください。次は対ゴジラ細胞シューティング。ゴジラより飛散したゴジラ細胞の増殖を食い止めるために専用の銃で除去するシューティングアトラクションです。ゴジラ細胞からの攻撃をかわし高得点を目指しましょう。こちらも無事に任務完了です。小さい頃の夢はね、 G サミットの、ね、メンバーになることだった。よかった、なんかちょっと夢が叶ったな。シューティングの後はゴジラミュージアムへ。歴代のゴジラの歴史をさまざまな資料とともに楽しめる世界初の常設ゴジラ博物館です。ここでしか見られない展示物を数々の公式資料とともにご覧いただけます。私の大好きな怪獣ビオランテとデストロイヤーも見られてとっても幸せでした。ミュージアムを出るとここにしかないスペシャルなお土産屋さんが。ゴジラファンにはそそられるアイテムばかりです。ゴジラバームクーヘン美味しそうですね。キングギドラのカチューシャ、帽子、かわいいです。さて、お腹が空いてきたのでオリジナルフードをいただきましょう。私のお目当てはこのかわいいゴジラシュークリームです。ゴジラのシュークリーム
クリームとデストロイヤーの限定ボトル買いました。やったー、デストロイヤー様ゲット。ゴジラ美味しい。さらに森のテラスでフードをオーダー、モスラホワイトカレーをいただきます。マイルドで辛さ控えめ、お子様にもおすすめな味でした。またオリジナル AR アプリを使って二次元の森全体に調べる極秘資料をすべて回収すると、おお、デストロイヤー先輩、なんと国立ゴジラ淡路島研究センターの職員証がもらえます。これで私も晴れてゴジラの研究員になれました。感動です。ゴジラ対策の職に就きたいという子供の頃からの夢が叶った一日でした。いかがでしたでしょうか。皆さんもぜひ淡路島でゴジラ迎撃作戦に参加してみてくださいね。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ちなみにゴジラエリアの近くにはクレヨンしんちゃんエリアもあります。それはまた別の動画でお伝えしますのでお楽しみに。